はい、皆さんこんにちは。動きのコツ研究所リハビリセンター、リハビリスタッフの西野です。今日はですね、10月の7日8日に行われるリハビリ合宿について少しお話しさせてください。今回もリハビリ合宿やります。今年もやります。今年は去年と違ってまた新しいことを考えてます。参加していただいた皆さんにいろんな経験をしていただくために、スタッフ一同いろいろ考えて、準備しておりますので、ぜひ皆さん参加よろしくお願いします。はい、理学療法士の西川勝弘です。今回はリハビリ合宿、今までのバーベキューに加えて、皆さんであんなスポーツをしてみたり、こんなものをみんなで作ってみたりというふうな楽しみが盛りだくさんです。ぜひ参加してください。はい、事務局の代表をしている田中です。合宿では普段皆さんとお会いできないので、お会いできることを楽しみにしています。スタッフ全員でたくさんのコンテンツを考えてくれていますので、ぜひ楽しみにご参加いただければ嬉しいです。お待ちしてます。動きのコツ研究所リハビリセンターの石飛拓郎です。去年はですね、とても、楽しい合宿で、今年もそれ以上になるんじゃないかなと思っております。なので皆さんにはここでしか味わえない出来事や出会いを楽しんでもらえたらなと思います。ご参加お待ちしております。こんにちは、事務スタッフの山内です。合宿で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ぜひ合宿へお越しください。皆さんこんにちは、動きのコツリハビリスタッフの遠山智明です。合宿で皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。合宿では普段なかなか挑戦できないようなことにもチャレンジする場になると思いますので、ぜひみんなで頑張ってみましょう。参加お待ちしております。事務局の大平恵理子です。私は山口県萩市に住んでいて、リモートで仕事をしています。実は私、ホテルにたどり着けるか心配なので、合宿前日にホテルに入ります。なので準備万端で皆さんをお迎えします。合宿で一緒にいろんなチャレンジをしましょう。ご参加お待ちしています。皆さんこんにちは、長崎の理学療法士の牧野真也です。10月の7、8でですね、リハビリ合宿今年もやります。私も長崎から飛んでいきますので、皆さん、ぜひ大阪でお会いしましょう。待ってます。こんにちは、事務スタッフの渡辺奈々美です。今年のリハビリ合宿では、昨年とは違った楽しさを提供できるよう絶賛準備中です。いつもは全国津々浦々で活動しているスタッフも集まってきます。ぜひ皆さんも全国から来てくれると嬉しいです。参加お待ちしてます。